2番出口3番出口福島駅は大阪府大阪市福島区福島5丁目にある阪神電気鉄道本線の駅。駅番号は HS02。普通、区間急行の停車駅である。以下の駅と近接しており、乗り換えが可能である。当駅到着時には、いずれの路線の乗り換え案内も行われないが、駅出口案内には各駅への最寄り出口が表示されている。 なお、JR 新福島駅は、何は筋を挟んで向かいにある、地下駅だが地下ではつながっておらず、一度地上に出る、必要がある。相対式ホーム2面2線を有する地下駅。ホーム有校長は8両編成分あるが、整備、共用されているのは6両編成分となっている。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。改札口は東西に、 1> 各一箇所設けられているが、両改札は地下一階のコンコースでつながっており、上降人員の割には改札内は大きな空間を持っている。阪神電気鉄道開業100周年の年には、当時の出入京駅を再現した模型が展示されていたこともある。当駅の到着前に、車内放送では、次は福島ラグザ大阪ホテル阪神前と案内されている。 駅名標にも、ラグザ、大阪前の副駅名標記があったが、新デザインの駅名標導入に際して、同票記は消えている。地上駅の跡地には、ホテル阪神、地上線跡地には、交番、商業ビルなどが建っている。実際には校内に、上記の乗り場番号表記はないが、スマートフォン向け、アプリ、阪神アプリの行き先表示機能では、上りホームが一番線。 下りホームが2番線とされている。2000年代以降、中野島西部地区におけるオフィスビル開発の進行に伴い、当該地区への通勤者の中で当駅で乗降するものが増加している。ただし、京阪中野島線開業後の利用動向は不明である。大阪府統計年間によると、2019年時の1日平均乗降人員は11,082人である。 当駅から梅田駅の利用者は、比較的少ない。近年の1日平均乗降人員推移は、下記の通り。シティタワー2周目田朝日放送グループホールディングス、本社社屋大阪シティバス福島八丁目停留所、清吉正教停留所。ありがとうございます。